とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。今回のタワーは、21階です。ナイス！ナイスすぎる。まあ、テンペストゴーレムとかめんどくさいやつが出てこないなら、いいんだけどね。まあ、特に入れるやつはないかな。で、ここ。まあ、いつもの感じだったらばクリーパーとジオマンサーがいっぱい出てくるんでちょっとめんどくさいとこだよね。いや出てこない。おちょっと待って、おいきなりエボーカーが1階から出てきたぞ。ちょっと待って待って、オッケーオッケー。いやいや、おお、まだザッコもいた。倒せるけどね、倒せるには倒せるでしょうけども、お、逃げるな、逃げないで、逃げないで、めんどくさいから。めっちゃ出てきた。よし終わり。おお、1階からエボーカーとか出てきてなかなか面白いんじゃない。バジンネスト持っていこうかな。オッケー、行きましょう。こういうね、こまごましたやつがね、なかなか役に立ったらね、珍しいステージだね。おい、ちょいちょいちょい待って、ちょい、何今回、今回のタワー、え、ボスラッシュみたいな感じなの。1階からいきなりボスが出て、で2回目まだ？待て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 、ちょ、らいこっちだよね。待てって、これき、ちょ、まだ？おーい、ちょーい、ちょいちょい、なにこれ。え、ちょっと待って、遅いよ。PC 版じゃない、 PC 版じゃない。 PC 版だったらボスラッシュモッドを切り忘れかなと思ったんだけど、いやいや違う違う、やべえやべえやべえ、おーい、びっくりした、何これ。2階からホースマンが12体出てきたぞ。えらいこっちゃな。パワーシェイカーかな、これだったら。まだ武器を変えるにはね、ダメージが少なすぎるんよね。パワーシェイカーかな。おっと、前回かなり難しかったステージがここで、おい、ボスラッシュだね、これ。今回のタワー、これボスラッシュだぞ。いや違う、おいおいおい、ちょっと待って待って待って待て、これは偉い、こっちだ。おーい、これこれ本当に、いやすごいね。え、どうした今回のタワー、なんか面白いぞ。いやまあいらないよね。でし、え、商人ここで、あ、なんか武器、いやでも、あー、両刃王のはあったか。そうか、いやいや、でもうーん、僕だろうね。へえ、4階からこんな早く商人が来るか。でまたここもボスラッシュみたいな感じ。どうなんの、おい、やっぱりボスラッシュ。まあいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、面白いよ。もういいと思う、いいと思う。たまにはこういうタワーも、もう全然ありだよ。オッケー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 。もう、あー、これ、嫌な感じだな。ちょいちょい待って待って。オッケー。
ザクが出てきてからバジーネストとかパワーシェーカー使いたいね。ああ、よし、オッケー。いけ、バジーネスト。オッケー。いいんじゃない？終わり。まあ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 。まあ余裕でしょう、まだね。まあここはドラだわ。武器欲しい。今回もこれ完全にボスラッシュだよ。完全にボスラッシュ。おい、はいはいはい、いいんじゃない。あ、ミスった。俺ドラ使うの忘れてた。いや、これ完全にミスったわ。あダメダメ、今のはでももう完全に初手からミスってるからダメよ。ちょいちょいちょい、もう次はミスらない。ああ、いや、もう完全にミスったわ。ドラをね、すっかり忘れてる。よし、オッケーオッケーオッケー、いくぞ。オッケー。で、あとはハチたちが倒してくれるでしょう。いやー、結構強いわ。うん、これ装備選び結構重要だね。はいはいはい、まあまあいいんじゃない。たまにはこういうタワーもいいよ本当に。英雄、いや、もう変えとるからね、いらないね。ゴーレムだな。うん、だね。うん、あ、でボスかい。いやいや、ボスラッシュだからね、もう全部ボスなんだけど。何が来る、まあ、とにかく、はい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 、なるほどね。よし、終わり。いやー、なかなかめんどくせえな。でもまあ高速周回はできそうな感じだね、このまんまだと。なるほど、怒りですか。いや、怖いなぁ。いや、商人かい、次。なんか怒りで、覆われた怒り。で、お願いします。ユニークだよね。おも、あ、ユニークナイス。覆われた怒りで行ってみよう。えんちゃん、なんかある？あー、なるほどね。いや、シナジーは意味ねえな。まあ、追い打ちだろうね。シナジーは意味あんまないな。で、ボスラッシュだから、まあまあこんなもんか。補助的なやつがほぼ意味なくなるんで、もうこれでいきます。残りに10回、こんな感じになるでしょう。これ、ね、反逆者装備してないから、ちょっと怖いのよね。ちょっと待て、お前らいんの。よし、オッケー。そっちかい。ナイス、危なかった。で、まだいるの敵が。もう雑魚的にやられそうな気がするんだけど。よし、オッケー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 。いやー、これ単体の怒りはちょっと危ないな。よし、まだいるか、こっち。あ、いた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 、めちゃくちゃいるじゃん。これやっべえな。よし、で、ここをね、はい、
こなしの怒り難しい。いやもうここまで来たらもう使う気ないっしょ。これ耐久力減るんだよな。まだそのままでいきます。あ、ここか。ガーディアンとか出るんじゃない？どうだろう。はいはいはい、分かってた。ちょ、待て。オッケー。よし。いや、きつい。オッケー、いった。待てい。ダメだ、きつい。あと一匹。よし。まあ。これ覆われた怒り良し悪しだな。変えよう。この感じだとバーストかな。バーストやろね。で、エンチャは入れといたがいい。長弾マルチぐらいでいきましょう。で、ネクロマンサーかな。何が来る？だよね。分かってる。ちょっと雑魚が多めに出てこられるとちょっとめんどくせえな。やばっ。よっしゃ、オッケー。倒した？全部終わり？まだか。お、多いな。どうしたこの多さ。よし。ちょ、待って、敵多すぎる。ボスだけじゃなくてやっぱ雑魚もね結構な数いるっていうのがちょっときついよね。よし、11回クリアでーす。いけるもんだ。はい。あー、ほこりか。これも悪くないよね。いや、いいダメージだよマジで。ピグリのほこりに変えましょうか。うん、断然こっちだわ。クリパワーでいくか。え、これ戦ん？ボスじゃないの？いや、ボスだよね、ここね。戦闘タイプ、になってるけど、ここは。いや、ボスだわ。ちょっと待って、ここ。危ねえ。いや、これ、トゲが絶対やばいぞ。これ、トゲやべえな。よし、終わり。あっつねー。なんかやたら減ったな。魂のナイフ変えたいな。怒りね、ちょっと使いにくい。どっちかに変えよう。たまにはカトラス使ってみっか。たまにはね、あんま使わないからカトラスの、な、でも虚無ぐらいか。入れれるのは。だね。あ、で、こっちにヒューズ入れとこ。何が来る？もうゴーレムの HP はもうミリですよ。よっしゃ！もうちょい！あ、いけるやん！ちょっと待って。お前たちちょっと。オッケー、いけた。まあ、余裕でしたね。次。はい。いりません。で、ボスか。え、古代のガーディアンはあれ雑魚扱いなの？そうなの？あんなめんどくさいやつだから、なんかボス扱いにしてほしかったな。
まあ別顔、ああミスった、ミスったな。まあいいか、よし、オッケー、倒せるかこれ、これで、あ、いけるね、いけた。まあまだちょっと余裕はあります。軽減がないから違うな。あ、で黄金か。え、でもどれ変える？おー、まあ武器上げとくか。まあ、あんま変わりはせんけどね。これでいってみましょう。はい、どんな感じで来る？いや、普通のザコだ。ザコかい。あ、で、なんかガスト出てきそう、ここだよね。うん、ここの場所はガストだ。どこだ？ちょい待って待って待って、めんどくせー。ちょっとザコも多すぎるって、マジで。ちょっとあぶね、わっしゃ、あぶねー、あぶない、あぶない。ガストはね、ダメージめちゃ食らうからね、危ないよ、気をつけていかんと。いりません。次どこに出る？またガストか？違うか。おーい、オッケー、なんか来やがった。あ、ノビか。もうよし、おお、虚無アタックがなんかすっげえダメージ与えたね。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ちょっと待って、こいつもいるんかい。よし、終わり。17回クリアです。うわー、最後の方ちょっとめんどくさくなってきますね。で、バーストクロス、悪くはないんだけども、まあまあいいか、そのまんま行きましょう。え、ちょい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 、嘘、マジで嘘や、嘘だ、めんどくせえのが来た。これ今回周回きついぞ。いやー、長かった長かった。こいつがいるとちょっとまずいな。そろそろ防具欲しいよね。軽減はないけど HP 上がるから、いいか、魔術師でポーションバリア入れていこうかな。ならちょっとはマシでしょう。で、激光も入れとくか。いや、いいか、パワー入れとけ。で、こ、いらない。何が来る、ここは。もうちょっとでクリアなんだけども、めんどくせえな。で、ボスもいるんでしょ。あ、あ、あ、でもエンダーマンだけ、エンダーマンだけなら楽なもんじゃない。やばいやばいやばい。よし、 OK、オッケー、もう終わる。まだいる？ああ、ザコがいるのね。はい、めんどくせえな。なんかめんどくさいな。そろそろ変えてもいいんだけども、ここはこれだな。
森の矢筒、間違いなく矢は106本、まあ、持つでしょう。どこに来る？はいはい。で、ゴーレムの耐久力が若干低いよね。おーい、はい、余裕あ、そんな感じに余裕でいけた。そう簡単でしたか。あぶねえあぶねえ。はいはいはい。あ、いや、エンダーテンの余裕だったな。ドラ使って森の矢筒で即死だった。で、次ラストですね。あ、コブ変えよっか。うん、良さそうね、こっちの方が。で、コブでパワー3でしょ。で、虚無入れときましょうか。うん、いいんじゃない。で、残りは激光でも入れとけ。 OK。 何が来る次のボス、何が来る。あー、ミスった。いや、ちょっと回復するまで待ってからドラ使っていきますか。うんうん、まあいいダメージじゃないですか。アップね、いいね。激光がむちゃくちゃいい感じ、いいね。でも、あと一発だったらやられそうな気がするよね。ある程度のところで、ちょっと、あぶね。うん、ポーションバリア様様。よし、OK。そっち任せたぞ、ゴーレム。終わりだ。はい、21回クリアです。うん、珍しく。初めてだな。うん、ボスラッシュだったのは。今回のタワーはボスラッシュです。ただしテンペストゴーレムがいるのでめんどくさいです。はい、では報酬を見てみましょう。4人で行くとどういう感じになるんだろうね。敵ものすげえ出るんかな。どうやろ。あー、いりません、いらない、全部いりませんね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。